はい、ではね、はい、ではね、今回はね、サンプル入れました。で、真空度が 2.6×10⁻⁸。うん、8? あ、これちょっと斜めから見てるんだけど、7畳ぐらいです。で、これをですね、次、ビームオンします。で、ちょっと待ってくださいね。おしょっと。段取り悪いな、私。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、次の手順ですけど、ビームをオンすることになります。で、一応、示していかなきゃいけないんですけど、こちら側で、こうですね。まずはこれ、溶かしておきます。で、これも溶かしておきます。で、こんな風になってます。で、部屋の明かりを消しますかね。ここに消すとブランプがあります。消して、で、ルームランプというボタンがあります。ちょっと見えづらいかな、ここに。ルームランプっていうのがあるんですけど、見えないかな、見えるかな、一応見えると思いますけど、ルームランプっていうのがあります。これを押します。そうするとちょっと明るくなります。あそこが光るんですね。まあいいです。で、ちょっと見やすくなります。カメラはどうかわかんないですけどね。で、こんな感じになりますね。さて、ちょっと歪んでったりするのは気になりますが、ちょっと待ってくださいね。気になりますが、オンしますね。次はですね、ここまで行って、サンプルで15分待ちましたから、あとは、まず、フィラメントオンします。ここ。この電磁柱はオンする前にダイヤ低いことを見てくださいね。101.7 か 101.8 ぐらいで、真空度も大丈夫かどうか。丁寧に行っててください。大変だと思いますけど、特に冬はいいんですけど、夏場が難しいですね。夏がね、すごい難しいです。で、大体こんなもんですね。ここのパーセントにおそらく依存するとは思うんですけど、ちょっとすいませんけど、106とか 105.8 とか 106.3 とかそのぐらいの値になりますね。で、期間によってはですね、この値をメモっておくと、真空度とかをね、で、常に前回の値大丈夫かどうかっていうのをチェックするというのをやってます。で、ビームオンする前のものとビームオンした後の値を書いておくのが一般的ですね。まあそこそこ大丈夫だと思います。106.8 度になりましたからいいと思いますね。で、これで異常があればまた管理者に問い合わせる方がいいですね。ここまで来ましたね。そして一応こういうふうに出ると思います。光が蛍光板に緑のものが出てくると思います。私の顔が映ってるのに、あまり映したくないということになりますね。こんなふうになります。こんなふうになります。顔を映すつもりじゃないんだけどな。難しいですね。なんか撮りながらっていうのは。で、一応これは、本来これ、ここの期間ではですね、昔はこの12ではないです。40K 倍で状態で割らせておくのが一般的でした。それどうしてかと言いますと、この下のところに、ちょっと見えづらいとは思うんですけど、ここのところに、マグニーって書いてあるのがあります。MAG の2って書いてあるやつ。これを押すと、
あ、その前にあれか、スタンダードにしようかな。まずスタンダード押さないけど、ここにあの STD フォーカスっていうのがあるんですけど、これを開けて1回押します。ね。で、その後にマグニっていうのを押します。これです。ここのやつです。そうしますと、何が変わるかと言いますと、ここの表記で、倍率が規定の値に変わります。デフォルトの値に。で、ね、それ、マグニを押せば規定の値の40系倍になりますんで、40系倍になりますんで、もうマグニで終わらせ、状態で終わらせるっていうのが一般的です。あ、一般的っていうか、ここ、ま、ここ前のここの、あの、期間の、あの、約束事でした。なんでそうしときますかと言いますと、この状態にしといて、やっておくことで、次使うときに、この蛍光板が光ってるのはわかります。で、蛍光板が光ってないときがある、真っ暗になるときがあります、こうやって。あ、何も来てないやって。あ、どうしよう、困ったっていうことが起こります。そうならないようにするために、なってます。で、こうやって光が来てないときに、条件をできるだけ揃えとかないと、何が原因で光ってないのかわかんないです。で、一番簡単なのは、こういう時が起こった時には、まず、ちゃんと倍率を確認して、倍率を確認して、B もちゃんと出てるのを確認して、で、なおかつ、トラッカーボールを動かして、見ると。そしたら出てくると思います。で、それでもダメだったら低い倍率、もっと低い倍率にしてください。これ出てくると思います。こういうふうにね。なんか映っちゃうな。まあいいけど。しょうがないな、これはな。こんなふうになります。こういうふうにね。で、こっからサンプルを探すってことですね。なかなかもういかないですね。サンプル探すのね。ちょっと私の顔が映っちゃうの嫌なんで。人の顔を映したくはないです。で、まあ、ここまで行って光が出てるのを確認したら次のところ行きますけど、サンプルが出てこないといけないですけど、なかなか出てきませんね。あとは、他のものですね。あ、ありましたね。こんな風にサンプル出てきます。もうちょっとわかりやすいのがあるといいな。あ、これでいいですね。もうちょっと倍率高くしてみましょうか。で、マグニフィカ、これで、なってまして、今これちっちゃいの映ってます。で、これを拡大するには、こっち左パネルのこのマグ、あ、これはブライトネス。間違えた。右パネルでしょ。ごめんなさい。右パネルの、マグニフィケーションって書いてあるやつがあります。マグなんとかって書いてあるやつ。見えないかな。ここにあります。マグなんとか。これを回して拡大することです。バリザちゃんと変わりますからね。で、ここのやつを見やすくするということですね。いいですか。まあ、一箇所詳細に顔は見えないからね。で、これでマグニフィカでちょっと大きくすると。で、光が弱いですね。そこはブライトネスを変えることができます。ここに、左パネルのところに、ブライトネスっていうのがありますんで、これを回します。で、確かこのコースのボタンを押すと16倍ぐらいで、変化がするようになります。とりあえずこれで、回してみます。ブライトネスを回してみます。ちょっと待ってくださいね。これを回してみますね。あ、ピーってなった時は、あれです。拡大しすぎたので逆回しです。ちょっとコースもしてみます。で、こういう風になると。で、あんまり収束させないでください。この円の外側かかるぐらいまで。このぐらい、こんな感じ。今ここ暗いですね。ここのところは。これをもうちょっと広げたぐらいのところまでにしてください。で、あまりこれをね、ブライトネスを回すと絞りすぎちゃうことがあります。光が。こうやって収束していくんです。で、サンプルに当たると、蒸発、サンプルが温度が上がってガスが出て、放電してしまいますんで、絶対にやめてください、それは。で、こういうふうに持ってきます。で、実はですね、この同チップ、すごい薄い膜のタイプのやつでして、もう一つのタイプがあります。こう、網目状にこう見えるやつがあるんですね。
あのカーボン端子の部分が、それの方が分かりやすいですね。これそれがないタイプなのでちょっと同名詞のやつ失敗しちゃったんですけど、選ぶの。ただまあこういくつかあります。こう筋が見えてるやつがあるんですけど、これはちょっと見えないタイプのやつなので、まあしょうがないですね。こういうのもあります。でどうしますかっていうと、まず Z 軸合わせます。 Z 軸を合わせるのはどうするかと言いますと、まずこのイメージボブの X と、ここに X があるんですけど、でイメージボブの Y を押します。そうすると見てもらうと分かるんですけど、これが触れます。でこれはボブなので周期的に揺らぐようにしてますね。で、これがなくなるように高さを変えます。で高さを変えるのはどうするかと言いますと、この操作盤の分かりやすいことに Z の上と下ってなってます。でこれを押してもあんまり変化が少ないことがあります。それはここのところが、ここの Z のここのところの矢印が1個しかないからです。これを押すと左クリックすると増えます。これで変化量を変えられます。じゃあちょっと変化量少ない時やってみましょう。変化量少ない時にこれを押すとこの Z 軸の変化は少ないです。うん。でこれを大きくするともっと変わります。これクリックするとね。であとはその Z 軸のを押しながらこれを減らすようにしていきます。じゃあちょっとやってみましょう。両方本出し替えに入るといいんですけど、ちょっと無理ですね。まずこっちを押していって Z の上と下、フォーカス合わないな、なんてことだ。 Z 軸の上下を変えていきます。これでね、ちょっとごめんなさい、今なんか混乱させるようなになっちゃったな。まあとりあえずやってみましょう。押していきます。で変化量が少ないようにしていきます。ちょっと動くときはトラカボールで戻してあげて変化量が少なくなるようにします。振る方向が違うかな。あー違いますね、おそらく。ちょっとカメラ越しに見ながらやるのはかなりきついですね。うん。あ、変化しなくなってきましたね。で動かなくなればいいです。おおむねでいいです。これは実はこんな感じになりますね。もう全然動かなくなりましたね。こうやって撮ってください。こういう風にしてください。取ってください。こういう風に Z 軸を合わせてください。ね、Z 軸が変わってるのも確認できます。ここで。ここが変わってますね。うん。で、Z 軸は変わりましたから、で、これでいいので、あとはボブラの変化を消します。ということは、これを押して、ボブラをなしにします。イメージボブの X とイメージボブの Y を消します。うん、これで、照射系の軸合わせが1個あるということですね。で一応確認のためにこの画像に対してブライトネス、この明るさを変えます。それでブライトネスを変えて像が変化しないかとか確認します。やってみましょう。ブライトネス変えて像は変わらないですね。像の位置は変わらないです。像は変わらないです。ブライトネス変えてもね。だからこれでいいです。絶対に収束しすぎたらダメです。いいですね。で像変わらないということです。で一つ言っとかなきゃいけないのは、必ずこれ右回しで光の像がこっち回しでこの像が広がる、像じゃなくて光が広がる方になるようにしてください。そういう風になってます。どこの機関に行ってもおそらくそうなってると思います。右回して、この光の質が広がるようになってます。じゃあ次ですね、サンプルない位置にします。次ビームを絞りますんでサンプルをない位置にします。何にも本当はないところがいいです。真空のところが本当はもちろんいいです。これなんか薄く探知されてるやつなので、そういうのは高いんです。値段が高いんですけど、あまりちょっと良くないこともあります。真空があった方がいいですね。まあここでいいです。
で、このブライトネスを左に回して試食させます。やっていきますよ。いきますよ。うん。あ、全然違うところにもうフォーカスきてますね。こんな風になります。ね、こうなってます。小さくなる、一番小さくしたここです。で、シフトの X と Y でこのビームをですね、真ん中にします。シフトの X と Y で小径交番を出しておきます。小径交番はこちらのやつを動かすと、こちらに倒すと出てきます。これは小径交番です。で、光を今これをこっちに持ってきます。それをどうするかと言いますと、こっちの右と左両方にあるんですけど、シフトの X、 ちょっと見えづらいと思うんですけど、上から見るとシフトの X って書いてあるはずです。見えるかな。シフトの X って書いてあります。あ、これ Y ですね。シフトの Y で、左側にシフト、同じ似たようなところにシフトの X っていうのであります。これを使って合わせます。いいですね、これですよ。フォーカス合ってないかな。このね、シフトの Y、 シフトの Y ね、でシフトの X 使います。やってみますよ。シフトの X と Y を使って合わせます。回すとこんなふうになります。小径交番のところに行きます。で、真ん中にします。こういうふうにします。ね、こんなふうになります。で、次にブライトネスで広げます。これを回して、こちら側に回して、こう回して広げます。で、人によってスタイルが違うんですけど、ここの枠が、枠見えるかな、ここに実はですね、枠が書いてあるんですけど、それちょっと見えないかもしれないですね。もう分かりやすいのは、分かりやすいのはこの、もうこの円の稽古場に合わせるのが一番分かりやすいですね。この稽古場に合わせるということですね。で、大変なんですけど、あ、これじゃあ見えないか、もっと上か、ちょっと、この、上から見ると分かるんですけど、上から順番に行って一番最初に見えるやつ、これはコンデンサー絞りです。これを使ってこの下のこれを動かします。ちょっと今脚立に乗せると分かりづらいんで、外します。今私のこのカメラをですね、カメラ外してるんですよ。で、これですね。で、これをいじります。で、この周りのこの後ろの部分は、これはアパーチャーです。で、今ここの黒い点のところに、ね、この大きさのアパーチャーってことになってます。で、これが、この、これとこの横のやつが、ものが、この光の位置を変えるのに対応することになります。まあ、アパーチャーの位置を変えてるんでってことなんですけど、で、ちょっと小さめにしておいて、で、これを回します。今から回します。見ておいてください。こうやって動きますね。で、さらにこっちも回しますね。動きますね。これをこの2つを動かして、これとここではないですよ、これとこれを動かして、これを真ん中になるようにします。で、さらにブライトネスを広げます。で、さらにこの円の円にぴったり合うようにします。いいですか。こういう感じで、おおむね合えばいいです。おおむねでいいです。もうこだわりたい人はとことんこだわると思いますので、それでもいいです。できましたね。で、こんな風にします。で、これで CL 絞りのセンタリングが終わりました。で、次にビームのセンタリングに移ります。じゃあちょっと一回、もう一回台座に戻しますね。
光軸の調整が結構大変なんですけど、まあでもこれをやっておくとちゃんとしたのが取れますんで、大変かとは思いますけど、やってください。もうみんなうまくとシュシュシュってやっちゃうらしいんですよね。よしと、こんなもんでいいでしょう。じゃあ次ですけど、もうすぐにマグに押されてますけど、もう一回マグに押します。確認のためにね。これマグニです。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、押します。あ、マグニになってなかったねよかったよかった、ちょうどよかった。いい例ですね。マグニになるとこれが40ケーバーになります。ここがね40ケーバーになります。そしたら、ブライトネスでビーム系を小さくします。これね、これでこれブライトネスでビーム系小さくします。回しますよ。左回しにして小さくする。あー、また位置がちょっと変わっちゃうね。しょうがないですね。で、こう一緒にするとビーム系小さくします。ちょっとね、カメラでも見えづらいかもしれないですけど、ビーム系小さくします。そしたらアルファセレクターとスポットサイズを回して、スポット1アルファ3にします。どういうことかと言いますと、スポットサイズと角度、スポットと角度、ビームの角度、どんな角度で入ってるかになってます。スポット1と角度になってます。で、これを変更するのがここにアルファセレクターっていうのと、スポットサイズっていうのがあります。で、これを使って大きさ変えます。で、今は1と31、スポット1でアルファ3になってるんでいいです。で、次にメインテナンスのアライメントの押しますと、この画面が出ます。で、ここのガンを押します。で、これするとガンに対するアライメントの調整ができます。で、こういうものの時にはビーム時と同じこのシフトの Y とシフトの X を使います。ここのシフトの X とこちらにあるシフトの Y、 シフトの Y、 ちょっとなんかフォーカスが合わないな。シフトの Y を使いますですね。で、同じようにビーム中心にしたようにこの条件でも合わせます。ビームのセンタリングのために、今ちょっと中心からずれてます。やってみましょう。で、中心にします。で、人によってはこの中心のさせ方をブライトネス広げて、小蛍光板ではなくてこの下のありますよね、鍵括弧のところになるようにします。あ、今ちょっとサンプルが入ってるんでちょっとどかします。サンプルは入らない方がいいです。できるだけね、蒸発してしまいますんで、蒸発してありしてガスが飛んだり、そこから表面からのガスが飛んだりして大変なことになりますんで、それはやめる、それをさせないために、溶かしておきます。本当はシンクっていうのがいいです。これはシンクっていうか、多分なんか単字したところに載ってるんで、それは本当は良くないですけど、やります。で、次にですね、ここのディフスティグっていうのがあります。 Y で、これと逆側に同じのがあります。このスティグ Y っていうのがね、ディフスティグ X とディフスティグ Y というのがあります。で、これを回してこの光の輝度が最大になるようにします。最大になるようにします。で、コツは一旦両方に振って、例えば Y、X を一方向に振って強度が弱く、光の強度が弱くなるんで、 逆方向に振るときに数を数えながら回していきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、光の強度が弱くなったところ、同じ程度弱くなったところにで止めて、で、その半分、回した数の半分の時計にまた戻すと、 1,2,3,4,5 とこのようにするということをやります。で、これを何度か丁寧にやっていくと、輝度の高いところを探せます。
まあこれぐらいですね。今回ちょっと、録画で練習なのであまりちょっと細かくやりませんけど、こうやってやります。で、この輝度の調整、ディフスティグの X と Y を使ったこの輝度の調整は1回だけでいいです。で、次ですけど、次はスポットを5にしてアルファ3にします。ですから今スポットが1ですから、スポット1ですから、これをスポット変えます。スポットサイズはこちらのやつのこれを回します。右に回していくと変わります。5になりました。スポット5になってるのが分かります。スポット5になってますね。スポット5になってます。で、この後に CLA をします。で、今度はシフトの X と、じゃあシフトの Y と、ごめんなさい、こっちはシフトの Y なんですよね。なんか他触ってないな、こっちは。まずこっちからか。シフトの X と同じようにシフトの Y で中心に合わせます。シフトの Y で、これをこの B も中心に合わせます。まあ概ね中心に合ってるんですけど、まあちょっとやってみましょうね。かなりいいとこまで合ってると思います、私。これはやらなくてもいいかもしれないです。で、合わせ方、さっきも言ったようにこの外枠のところに合わせるか、ブライトネスで広げて、それかもう真ん中中心にするかですね。小さくなりますね。この小さくなったやつで真ん中に合わせるかですね。人によってスタイルは変わります。昔ね、私が習った時はこれ小さくしたやつで合わせてくださいって言われました。で、これで、真ん中にですね、黒い点がついてるんで、そこに合わせるってことですね。で、人によってはこれではなくて、この広げた時にこの下の外枠に合う方がいいっていうのがあったりとかします。まあどちらでもいいです。好きな方でやってくださればいいです。まあこれだと結構難しいですね。中心にして合わせて、でそれがうまくできてるかっつうと、これもなんか難しいところがあるので、まあ広げて合ってる方がいいかもしれません。それはもうお任せします。それはもうどうすればいいかはちょっと難しいところですけど、それはお任せします。マッチでお任せします。どちらがいいかはもう業者にちゃんと聞いた方がいいですね。そこはね、あのコールセンターの人にちゃんと聞いた方がいいですね。私が先輩から、あの管理者から、いろんな管理者の人に会ってるんです。いろんな管理者に言われると全然スタイルが全然違うので、どれが正しいか未だにわからないんですけど、でやります。で、またこれを繰り返します。スポット1にしてやります。じゃあちょっとやってみましょう。今はスポット5でしたね。で、輝度だけは変えなくていいです。輝度だけは変えずに今のを繰り返してビームが逃げなくなるまでやります。で、スポット変えて左回して減らしてスポット1、それでスポット1になってるのを確認して、これは必ずいろいろとちゃんとやっていた方がいいですね。スポット1にして、で、ガンのボタンをちゃんと押して、で、センターになるようにすると。で、もうブライトネスでするなり、この枠に合わせるなり、もう枠に合わせましょう。枠に合わせた方がね、安全です。実際にはね。ビームを絞ってないからね。こういう風にします。で、またスポットを変えると。で、CLA を押すと。ちょっとやってみましょう、ちゃんと。で、またスポットサイズを広げて、スポットサイズを5にして、で、そしてくどいようですが何度もやりますよ。で、 CLA を押して、で、ここでまた合わせます。
で、これが逃げなくなるまでやります。これが逃げなくなるまで何度もやります。これを何度もやります、で、何度も同じことを繰り返しますんで、この作業は一旦これでここでビデオの録画を終わりにします。で、この作業が終わったらまた続きお話し